今日も X チャレンジ、5回目始まります。というわけで最初の対戦相手はこの2人、今回も PV で出てきたコンビだね。そしてペガシオン2回目の出陣。この人、X チャレンジだとマジで厄介だよね。今回の戦いはペガシオンステージでの戦いになる。つまり、即死要素がある。ペガシオンに吹っ飛ばされたらお堕仏だ。即死要素があるのはこのチャレンジでは辛いよね。とはいえ、今回の即死要素はステージの広さとトレードオフだ。どういうこと？ステージが広い分、タイガードステージで脅威だった。突進攻撃の回避がしやすい。油断せずにきちんと避ければ問題ないだろう。ついでに言うとここはボーナスステージでもある。ボーナスステージ、このチャレンジにそんなのあるの？こことあともう一箇所あるな。ハードでも楽に攻略できるから、マジでボーナスステージだ。それはこの戦いで使う特殊武器にある。ペガシオンの弱点はダークホールド。ネクロバットの弱点はウィルレーザーだよね。その通りなんだが、今回はどっちも使わない。というのもこのゲームに特別仕様の特殊武器が存在し、それが今回使えるからだ。その特殊武器の名前は、バグホールだ。バグホールって言えば、X3 に登場した特殊武器で、エクスプローズホーネックの弱点だよね。その通り。これを使えば奴らを同時に攻撃できる。マジで通用するの？通用するぞ。ただ問題なのは、3戦目。ここでも即死要素がある。ここに来て即死増えてきたね。3戦目は自称海の男が即死を仕掛けてくるんだよな。あの人のことか。その人の弱点を突くために、ちょっと前までクレセントショットを選択していたのだが、即死云々以前に、片方が邪魔すぎて、戦いにならない。なので、その片割れである、ジェットスティングレンの弱点、フロストタワーを持っていく。これでよし。では、スペシャル仕様のバグホールの力をお見せしよう。見せて見せてー。おい、ネクロバット。まあ、みんな突っ込むよねー。なんだと。まあこういうことだ。いいのかよ、これ聞いちゃって。ちなみに今回チャージで使ってるが、見ての通り X の硬直時間が長いので、無チャージの方がいいかもしれない。ハードだとチャージしてたらエネルギーが足りないから、やっぱり無チャージ版推奨。難しい言わずの X チャレンジが、バグホール一つでぬるゲーになってしまった。即死で難易度を相殺しているのかもしれないな。あるいは今までが難しすぎたから、ここで簡単にしてバランス取ってるとか。だとしたら難易度曲線ぐちゃぐちゃだね。X6 を思い出すな。まあ、一つか二つくらいこういうのがあってもいいだろう。いいのかな。惜しい。何か。あと1秒で1分切ってた。あ、ほんとだ。惜しかったねー。次は何の因果かが狼のコンビだ。控えめに言って意味不明。まあ、そういうな。彼らにはちゃんと共通点がある。共通点ある。メタモルモスミーノスはスクラップ工場の主、対してブリザードボルファングは廃棄されたレプリロイド、つまりスクラップ工場に彼らがいたという共通点がある。それはスクラップ工場にいたというより、運命の出会いを果たしてしまった的な。復讐という点では動機が一致するから、手を組むことにしたんだろうな。妙に説得力あるのがムカつくね。ボルファングの弱点はマグマブレード。ノーマルなら、チャージマグマブレードを使い切るまで撃っていれば勝てる。ただ、チャージマグマブレードは発射までに大きな隙があるので、その時にダメージを受けると、武器エネルギーだけ消費してしまうことになりかねない。だから発射するタイミングには注意を払う必要がある。オイラもチャージマグマブレード潰されたことあるけど、結構イラついたな。まあ、結局はプレイヤーの腕次第だ。それでは行ってみよう。メタモルモスミーノス、ブリザードウォルファン。
モスミーノスの性質上そんな気はしたけど、やっぱりここか。相変わらずステージ狭いねX6 特任の全体攻撃チャージ。攻撃判定が発生するところにランダム性があるのが難点だよね。X6 愛好家はこういうの使いこなして、あの極悪ステージの数々を、ノーダメージで切り抜けてしまうんだよな。とんでもない人ってのはどんな世界にもいるもんだね。接触されて一回攻撃を潰された。こんな狭いところで接触するなって、なかなか厳しいね。ベルファングがパターン変化した上に、モスミーノスもスクラップばらまいてる。非常にやりづらい。ボルファングを撃破。同時にモスミーノスも形態変化したね。タイミングが非常に鮮やかだった。形態変化したモスミーノスは飛んでるからバグホールが通用する。バグホール万能かよ。羽がついてるやつには問答無用でつくっぽいな。随分優遇されてるねバグホール。それでもダメージは本来の弱点である。ホーネックに引っかった時よりは救うのだろうが、どこにいても一発撃つだけで、行動不能とダメージが両立できるのは、この武器だけだろうな。他の特殊武器も、属性で弱点判定つけてくれればよかったのに。そうなってたら、このチャレンジ、相当難易度が下がっていたかもしれんな。バグホールの大活躍で、モスミーノスも撃破。自称2の男がお目見えだ。タイダルマッコインのことだね。自らの陣地で地形を好きなように作り、即死攻撃を仕掛けてくる男。なんていうかさ、正々堂々とはしてないよね。2対1で正々堂々も何もないけどな。確かに。ここでの戦いのポイントは、即死攻撃をどう回避するかだな。相方のジェットスティングレンのおかげで、その危険性が上がっている。吸い寄せる攻撃があるもんね。優先して倒すべきはスティングレンの方だ。だからフロストタワーを選んだ。スティングレンを倒した後も、即死の脅威は消えないよね。完全に即死の脅威を逃れたければ、フロストタワーの代わりにクレセントショットを持ってきて、先にマッコインを倒す必要がある。しかし、スティングレンの猛攻を回避するか、ダメージ覚悟で倒れるまで攻撃する必要があるため、現実的じゃない上に、ハードでは通用しない。即死の脅威を逃れつつ、安全に倒すというなら、1戦目のペガシオン、ネクロバットコンビをバグホールなしで倒し、バグホールの代わりにクレセントショットとフロストタワーの両方を持ってくる必要がある。1戦目をバスターで突破する必要があるのか。どちらを選んでも初心者には優しくないね。とはいえこのステージは高得点を叩き出すなら、絶好のチャンスでもあるがな。今回はスティングレンの弱点であるフロストタワーしか準備がない。だから即死の危険と隣り合わせで戦うことになるな。自信のほどは、そこそこだな。プレイヤーの腕次第では、対策となる動きもできる。なら、恐れることはないね。実際に戦ってみないと何とも言えんがな。それでは、始めよう。ジェットスティングレン。残念ながら1回負けたので、残機が減ってる。油断しちゃったんだね。スティングレン跳ね返し。画面にすら出てくることなく、跳ねられるスティングレンさんかわいそす。ガハハ、いじめてくれよー。こちとら地形のルールを守っているというのに、都合のいい時だけ地形を無視しやがって、その報いをこいつらに味わわせてやるー。ストレス溜まってんだね、アミジェ。負けバトルでも別に楽しんでやってはいるがな。とは言ってもぶっちゃけこいつらは、見ての通り即死が怖いだけで、大して強くない。ある意味ストレス発散にはちょうどいいかもな。ペガシオン、ネクロバットコンビだって、特別な技術など必要なく跳ねれるしな。スティングレンといい、ペガシオンといい、レプリフォースには羽が成立するボス多いな。どうでもいいけどマッコーンのこのブロックって、何でできているんだろうな。そりゃ見た目通り氷でしょ。だとしたらなんでスティングレンは、
平気でそれを無視できるんだろうな。いちいち突っ込んでたらキリがなくない？それもそうか。エングレイですか。あとはあのクジラをやっつけるだけだね。覚悟しろ自称海の男。こだわるね、海の男。ぶっちゃけその名称はどうでもいいんだがな、なんとなく何度もぶっ込んでるだけだ。行動パターンが変化した。これバラが本罠だ。なぜに X6 のシグマにネタが突っ込めそうだったからな。ああ、そう。少し解説するが、このブロック自体にダメージはない。その代わりそっちの壁に押し付けられる。ここを突破するためのコツとしては、目の前にブロックがある状態で十字キーを前に押さないことだ。真っ向に出てさ、さあ、スコア集計の時間だ。今回残機1個残ってるし、最初の2ステージは楽に行けたし、いいとこまで行くんでない？一度マッコインの即死にやられなければ、もう少し上に行けたかもな。リベンジするのん。気が向いたら、ご視聴ありがとうございました。よいロックマンライフを。よいロックマンライフを。